まだ諦めてねえのか。てめえもしつけえな。いいぜ、いつでもかかってきな。帰り討ちにしてやるよ。実に華麗な妙技だったけど、俺の美技もなかなかのものだろう。いかに体格の差があろうと、足に投げられぬものなどない。怖いか、オロチの力が。ならば死をもって楽にしてやろう。あなたがどう思うと運命には抗えないのよ。分かってないね。素手で人間を壊すのがいいんじゃないか。情けない姿を見せるわけにはいかないんでな。本気で行かせてもらったぜ。修行不足を痛感させられた。次はもっときっちり勝たせてもらうよ。極限竜はすでにこの城東様の敵ではないぜ。惜しかったな。だがまだまだ動きが甘い。帰ったら特訓再開だ。まだまだいけるんとちゃうんか。これからが本番やろ。私を倒したかったら覇王昇降権を得得しないとね。この程度の動きについてこられないようじゃ、あなたまだまだね。私の技を無敵と認めたら、あんたはチャンプじゃいられないもんね。強引な力技っていうのも憧れるけど、やっぱりテクニック重視かな。とても個性的な衣装ですね。次のライブ衣装の参考にさせていただきます。中国拳法対決はワイの勝ちやな。次は肉まん大食いで勝負や。中国5000年の歴史はどうじゃったかの。重みが違うじゃろ。重みが。今度うちの道場で一緒に稽古をしませんか。うちの門下生たちも気合が入ることでしょう。うん、若き日の琢磨殿を思わせる賢者、そのまま精進するとええ。もっと本気でかかってきていいのよ。格好悪いところ弟子に見せられないでしょ。あとは俺に任せて飴でも舐めてろ。ったく、ガキの森も楽じゃねえ。あなた改造人間なの。クーラと一緒だ。一緒。あんたに投げられ続けたら本気で壊れかねん。もうこれ以上付き合う気はないぜ。ざまあねえな。戦場の殺気に比べりゃてめえの狂気なんて可愛いもんだぜ。無理をするなとは言わん。だがもっと俺たちに迷惑をかけろ。シミュレーション完了。これで任務をスムーズに進められます。ゆらゆらと揺れる支援は後波長。伝説の狼だとカッコつけてる割には大したことねえな。どっちの切れ味が上か身をもって知ることができたようでやんすね。捕まえるのに苦労したぜ。あんたのハートを捕まえるのはもっと苦労しそうだけどな。まだまだお子ちゃまだな。あの頃から全然変わってないのにゃ。竜や虎などより恐竜の方が強いのだ。ガー！短パンとハチマキだけなんて可愛くない。仕方ない、ポーラのリボンを貸してあげよう。騒がしいやつだ。その大声と爆発が近所迷惑だとなぜ気づかない。冷静すぎるのも考えものだな。ここぞという時に気合が足りない。蹴りも悪くない。だが俺はこいつだけで登り詰める。すっごく綺麗な人。サリナもあんな女性になれるかしら。お主の気持ちわかるでござる。門下生集めは大変でござろう。リーチは厄介だが、空ぶった後は隙も凄まじいな。牛のベルトだ。よく牛になるぞって言われるから親近感。本当にいい目をするようになったの。ジェフも喜んどるじゃろう。その目の鋭さ嫌いではない。好きやらばいつでも来るがいい。どうした赤毛野郎、いつも通りすかした顔で悪態ついて見やがれ。狩りとは一方的なもの。狂犬に勝ち目があるとでも大思いでしたか。あなたの炎は温かい。イレスカムイに祝福されているのですね。超能力にはびっくりしたけど、カンフーなら負けないよ。技は豊富だが決定的にパワー不足だな。ごめんなさい、門下生の獲得には不都合な結果になってしまったわね。正義なんざ一銭の金にもなんねえんだよ、偽善者野郎が。
年も近いみたいだし、今日のことは水に流して、これからは仲良くしましょう。歴史を自慢すればするほど、負けたあんたが情けなくなるだけだぜ。勝負と観客を同時に考える、その勝利気に入ったわ。